みなさん、こんにちは。しおりちゃんのしほとりみです。監督のりみです。監督でいるんですね、今日は。はい、というわけで、今回はね、久しぶりに私のベッド紹介をしたいと思います。しょぼうさんが監督してくれましたですね、お人形が増えまして、めちゃくちゃ汚いんですけど変わったので、今回は紹介していきたいと思います。寝床しょ、寝床とかベッド紹介するの久しぶりかな。めっちゃ久しぶりだよね。第2弾第3弾3弾ぐらい、2回ぐらいやってたっけ。なんかやった気がする。本当？じゃあ監督が大騒ぎしていますじゃあちょっとね、紹介しましょう。はいはい、ということで、ここが私のニューベッド。ニューベッドではないか。まあちょっと模様替えして、ここでいつも寝てますっていうスペースですね。そうそう、あんまりね、出てこないんですけど。出てこませんね今はこんな感じかな。はい、じゃあどうしようかな。説明をじゃあしほちゃんにしていただきましょうか、はい、じゃあちょっと自撮り、自撮りっていうかカメラ落とします。はい、ということでね、最初に上の方からこちらですね、こっちのね、カーテンの上の棚みたいなとこから紹介していきます。私ね、ここにカーテンがあるから、物を乗せれるんです。そう、乗せれるから、そこにお人形を乗せましたじゃあ見せていくね。じゃあまずね、右側はこんな感じで、これ光るんです。光るやつと、あとね、これしほがね、ちっちゃい時にね、パパがしほに似てるって言って買ったやつ。似てるかな。だよね、ママ。んだよね、これ、うん、そしてこれがゼルダの時計。これ一番くじで、なんとクリスマスにもらいました。ありがとうございます。で、次にこちら。こちらは、ヴィレッジヴァンガードで買いました。これね、シーカーストーン。かっこいいですよ。ほんと、ゼルダ好きにはたまりませんね。で、こっちに、エイリアングッズがいっぱいあります。さゆちゃんからもらいました。ありがとうございます。こちら、あとこれ自分で作りました。こちらがエイリアンコーナーで、こちらが、去年ママのね、誕生日にね、行ったんです、ハウステンボスに。その時に買いました。かわいいね、かわいいね、かわいいね、かわいいね。あーごめんなさいごめんなさい、失礼しました。はい、ということで、こちらどうだったでしょうかね、昔よりね、物が増えたと思います。次にね、ベッドにね、直接置いてるものを紹介して、紹介していきます。じゃあ行きます。まずここが、こっからはしごで、ここ行くとまず最初に見えるのがミニオンですこちらはね、ピクニックさんで買いました。で、次にね、またミニオンと、あ、これもピクニックさんで買ったお人形スクイーズです。で、ここにね、イカ、これクレーンゲームで撮ったイカで、これも、あ、これはポケモンセンターで買ったのかな、いや、クレーンゲームかな、忘れちゃったけど、とりあえず可愛いモクロです。私ポケモンの中で一番好きなのモクロなんです。はい、次行きます。で、次にね、うんちくんコーナー。こちらは3Qマートで買って、こちらがクレーンゲームで撮りました。その奥にあるのが、あ、ごめんなさい、これ3コインズ、あれ撮ったよね、なんか300円でね、買ったんだけどね、本当は黄色もあったけど、少しなくしました。え、それ300円で買ったの。そう、300円なの。なくしました、黄色で。その上にこう乗ってるのが、ディズニーで買ったダッフィーちゃん。間違えました、シシャリーメイちゃんでした。ごめんなさい、ダッフィーは男でしたシェリーメイちゃんです。で、次こちらもね、300円でね、
多分3コインズで買ったんだよ、ね、あ、それなんかダイソーのさ300円ショップじゃなかった？ダイソーだった、ごめんなさい。そうだよね、なんかダイソーで300円のダイソーがあったよね、そこじゃなかったっけ、うん、多分そこ、あそこでこれも買ったんだっけ、あれ忘れちゃった、うん、でも300円ぐらいだったよね、うん、でこれ全部300円覚えて、すみません、だいぶ前なんでね。そうで、カービィ、かわいいカービィ、カービィと一緒に寝てるの？そうだよ。はい、ということでね、これが枕で、こっちはモコモコなのにね、こっちはね、まだひんやり、今度買いに行きます、なかったんです、うん、ね、うん、今度モコモコの買いに行きます。こちらはゴミ箱とティッシュと、あと今ちょっと友達とラインする携帯があります。でね、これね、友達とお揃いなんです、100均でね、買ったやつ、綺麗でしょ。でね、これね、これね、これにね、こうやって入れるとね、すごいね、ピカーってなって可愛いんですよ。ゴミ箱の中にこれを入れるとめっちゃ綺麗なの。試してみてください。誰も食べさないでしょ、ゴミ箱なんだけど。次にね、あのこれ、あのリモコンです、見ればわかります。で、最後ファブリーズ、はい、こんな感じですね。じゃあちょっといつも寝てるように寝てもらいましょうか。本当はこれ、あの、畳んでないんですけど、まあそうだろうね。今日は特別に寝てる。こうやって、こうやって、カービィはね、いつもね、カービィはこうやってるの、うん、あ、そっち側にカービィ行くの。そう、んで、いつ生きて、んで、いつ生きて、んで、いつ生きて、こうやって寝るの。でしょ、最近ほんと風、そうだね、ちょっと風邪ひいちゃったね、ずっとティッシュをこうやって、うん、噛んで捨てて、うん、目つぶってまた噛んで捨てて寝てたの。でもなんかさ、体曲がってない？人形ありすぎて、大丈夫？曲がってないよ。大丈夫？まっすぐなってる？大丈夫ですか？うん、大丈夫。ならいいけど、寝るとこ、寝るところがなくなったら大変だからね。あと人形ありすぎるんだもん、ね。でもこれね、こうやってね、うん、手を入れられるの。ああ、そうだよね。これゲーセンだよね。うん、さあ。かわいいけど、かわいいけどね。はい、こんな感じでした。これからどんどん増えていくと思います。もう増えない方がいいと思います。寝るとこなくなっちゃうと思います。ほんと、これでもちゃんと大丈夫？これでも一応選んだんでしょ？これでも一応ね、うん、選んだ方なんですけど。そうだね、増えまくってやばいんです。うん、まあしょうがないね。リミのとこにお人形がめっちゃ少なくなっちゃって、リミちゃんはね、そうね、最近なんかベッドで寝ることが少なくなっちゃって、リミは1階で白コロと寝たり、そこのソファーがあるんだけど、ベッドソファーみたいな、うん、そこで寝ちゃったりね、するんですよね、最近。そう、寝ないんです、ベッド。まあでもリミちゃんも一応ベッドあるのでね、今度リミちゃんも紹介できたらしたいと思います。はい、はい、じゃあ私のね、ベッド紹介は以上でございます。じゃあもうお別れです。それではバイバーイ。グミペア、3時だおやつ。